皆様、こんにちは。19年診断士、資格の魅力、学習法、丸分かりということで、ガイダンス講義ですね、を始めさせていただきたいと思います。担当はレクセニ講師、中小企業診断士の黒川です。ではですね、今回ですね、ガイダンスっていうのは、これから、中小企業診断士の勉強をちょっと始めてみようかなと言った方がですね、多く見られているかなというふうに思います。なので、これから診断士というものが、そもそもどういうものなのかなとかっていうのをちょっと知りたいだとか、でちょっと実際勉強してみるって言った時にどれくらい、どういうことをやればいいのかなといったところですね。情報収集っていうところで、その目的で見てる方が多いかなというふうに思いますので、そこにお答えしていくというような感じですかね。で、ちょっと30分ちょいぐらいですかね、お話をさせていただきたいなというふうに思います。で、私自身も、中小企業診断士という資格ですね、受けまして、で平成17年に合格したという感じですね。で、そこからですね、サラリーマン、診断士としてのサラリーマンが、大体6年間ぐらいあって、で、それからさらに独立開業をしまして、企業ですね、独立企業をして、で、法人を作ってですね、コンサル会社を作って、そこから、今7年、経ってるというところで、大体半々ぐらいですかね、診断士の資格を持って、企業内、サラリーマンとしてやりましたという期間と、そこから独立起業して、で、診断士の資格をフル活用して、まさにその自分自身の、ビジネスをやってるという期間が、大体その半分っていう形で、それぞれですね、資格の魅力っていう意味で、サラリーマンとしての生かし方だとか、で、独立もできるんですよっていうような形の、お話だとかっていうところで、私なりのですね、私なりの、魅力というのも語らせていただきながら、で、一般的なところも、もちろんお伝えはしますし、そういったところと、で、あとは、資格ですね、実際に受からなければ意味がないというところもありますんで、じゃあどうやって勉強するのかという学習法ですね、について、簡単にですね、ちょっとお話をさせていただきたいというふうに思います。じゃあですね、ちょっとスライドというか、ここをちょっと変えさせていただきますけども、まずそもそも中小企業診断士って何だというところの、一般論ですね。っていうところで言うと、経営コンサルタント唯一の、国家資格というふうな言われ方をよくしておりますが、経営コンサルタントに、通じるための、経営学全般をですね、学んでいくような資格になっておりますんで、経営コンサルタントになるためのですね、基礎的な知識をやっていくと、そんな資格になります。で、国家資格ですね。で、経済産業大臣登録って形の、国家資格になりますので、法律でちゃんと規定された資格であるというところで、経済産業省的には、一番位の高い資格みたいな位置づけですね、になっていきますと。で、にも、ちょっと軽く書かさせていただいてるんですけど、日本版の MBA というふうにも言われていて、で、MBA というと、今、日本の大学院でも、取れますけども、一般的には海外ですね、海外の、経営学の修士号ですね。で、アメリカとかの大学行って、で、修士号を取って帰ってくるという形で、MBA というような形で、やられている方も、いらっしゃるかなと。で、そういったところと、学ぶ分野が一緒なんですよね。一緒なので、日本版 MBA というふうにも言われていて、どっちかというと資格版 MBA ですかね。で、違いは何かというと、大学院行って通うか、資格を受けて受かるかのどっちかと。で、やっぱ時間もお金もかかるのが MBA ですよね。で、語学、その英語でとかっていうのもありますし、しっかり仕事をちゃんと辞めて、で、お金払ってですね、で、行くというような形で、MBA っていうのはかなりやっぱりお金と時間がかかると。なので、すごくやっぱり受ける方は大多数がですね、将来の、経営者になるぞとか、そういった意気込みでやってる方が多くて、で、ね、かつその時の、MBA 取った人たちが、将来起業してっていう風になっていくことがすごく多いですんで、その時の、ネットワークですよね、人脈。人脈として、そこに通ってる人たちと、みんなと仲良くなってとかっていう目的もかなり強いですよね。そんな形でですね、取られる方が多いのが MBA と。で、中小企業診断士の場合は、その資格版になりますんで、資格なんで、やっぱもう受からなければ意味がないと。で、コストは圧倒的に MBA より安いですと。で、独学でやればほとんどテキスト代だけで済みますけども、そういった形で、ローコストで、
挑戦できるというところはあります。ただし資格なんで受からなければなれないと、まあ当たり前ですけど、まあそうなってきますので、そこの、まあ門がちょっとこう厳しく狭くなりますと、っていうところですね、になると。で、なのでですね、ちょっとこう受ける層もちょっと変わってきていて、どっちかというと経営者っていうよりかは、経営者の支援をしたいというような、やっぱコンサルタントを目指すような方がやっぱ多いですね。で、プラス、あと多いのが、社内のスキルアップとか、あとは転職だとか、まあ、そういったところの、まあ、企業内で役立てたいというような形で取られる方がやっぱ多いですね。まあ、いずれにしてもですね、まあ、経営学っていうのをこう、まあ、幅広くこう、まんべんなく学んでいくような、まあ、土台作りみたいな形でやっていくので、まあ、知識の土台としてビジネスマンとしてのこう、まあ、土台固めをしてですね、でその知識を持って、で、まあ、今後の、将来に役立てていこうというような形でこう受けようかなっていうふうに挑戦される方が多いと。いうのが、まあ、中小企業診断士って感じですね。まあ、なので、まあ、学ぶ学問は、まあ、違う、同じなんですけど、ちょっと若干の、こう、目的感が、まあ、違ってくるかなっていう感じですね。なので、中小企業診断士は、まあ、コンサルを目指す人と、まあ、企業内ですね。サラリーマンとして、自分の、こう、ポジションとか、スキルアップに役立てるというような方がすごく多いと。で、じゃあその MBA はその人脈だって言いましたけども、まあ中小企業診断士も実は人脈アップっていう かなり多くて、で私もこれかなりそうだなと思うんですけど、ちょっとですね、このアンケート取った結果ね、まあこれレックの中のアンケートですね。レックの中のアンケートですけど、まあ受かって、まあ良かった点は何ですかでね、人的ネットワークの拡大っていうふうに答えてる方がすごく多いんですよね。で、これはですね、まあ中小企業診断士同士のネットワークもかなりやっぱりこう、すごく広く持ちますし、診断士同士の交流ってすごい多いんですよね。で受験時代からの受験生仲間もそうですし、受かった後のいろんな知り合いですね。まあ受かった後の方が多いですけどね。で、まあ診断士に受かると中小企業診断協会だとかっていうところも、まあ入れます。まあ入んなくてもいいんですけどね。入ることができて、その中でのいろんなネットワーク。で、いろんな研究会活動とかやってますんで、まあそこにこう所属して、まあ先輩の、もう、大御所の人から、まあ、最近入った人まで、まあ、幅広くいらっしゃいますんで、まあ、いろんな人とのつながりですね。で、そこからまたどんどん派生して、紹介みたいな形で派生していったりとか、で、もちろんその診断士同士じゃなくて、別の事業の方との交流も結構多くて、まあ、弁理士さんだとか、司法書士さんだとか、まあ、社会保険労務士さんとか、まあ、税理士さんとか、まあ、弁護士さんとか、まあ、いろんな方とのこうつながりはすごい多いんですよね。同じ事業として結構やっぱりつながりを持ってですね、仕事をするっていうことがすごく多いかなっていうふうに思います。で、私もかなりこの人脈については、かなり、そうだなっていうふうに思っていて、で、名刺とかもまあ自分で作るんですよね。私独立してるんで、自分で名刺とか作るわけなんですけども、まあ500枚とかで作るんですよ。もう100枚ずつ作ると結構、なんかすぐなくなっちゃうんで。で、500枚吸ってもだいたい1年から、まあ、2年ぐらいでなくなっちゃうかなっていうぐらいですね。の感じのペースで、どんどんまあ名刺を配ると。で、名刺を配って、まあ、やっぱこう、より接点が深い人っていうのは、まあ、ちょっと限られてきますけど、それでも相当数ですね。かなり接点の、深い人だけで見ても相当増えたかなって感じですね。なので、サラリーマン時代もそうですし、サラリーマン時代と独立してからも、だいぶやっぱ変わってきていて、独立してからの方が、やっぱこのつながりっていうのは、すごくやっぱり急拡大って感じですね。なんで、まあ、受かってから の拡大と、さらに独立するともっとこう人脈が拡大していくっていう、まあ、そういうイメージですね。っていう感じで、まあ、本当にこう仕事っていうのがまさに人と人とのやっぱつながりでできてるっていうのは、やっぱそこが根本にあるのかなっていうふうに思いますので、やっぱこう人と人とのやっぱ助け合いっていう部分ですかね。で、いうのがまあやっぱ根本にあって、それが まさに仕事なんだと。で、かつ、やっぱりこう感謝される仕事。中小企業診断って結構感謝されること多いんで、すごくやっぱりやりがいもありますし、で、そのつながりの中で、やっぱ助けてくださいと、これどうやったらいいんですかねとかっていう、まあ、ご相談受けて、じゃあそれにこういうふうにやったらどうですかねとかっていう、まあ、アドバイスですね。それがすごく、まあ、受け入れられて、で、成功につながってとかってなってくるときに、まあ、すごくやっぱりこう感謝の気持ちが、まあ、感謝を言われると。で、仕事をして、しかもお金ももらって感謝もされるという形ですごく、なんていうんですかね、こう、まあ人脈そのものもやっぱすごく素晴らしいですし、そこからつながってくるこう仕事そのもののやりがいっていう部分もやっぱすごく、気持ちいい
で、仕事そのものが楽しいですね。楽しいっていう表現が一番いいかもしれないですね。で、楽しみながら仕事できる。まあ、忙しいんですけどね。忙しいけども楽しいって、もっとこう、もっとやらせてくれっていうぐらいの、感じになってくるというような形で、なかなかちょっと、まあ、サラリーマン、何もなくサラリーマンやってるんだと、まあ、味わうことが少ないかもしれないという感覚に、なりますね。なので、すごく、良い資格だと私は思ってますね。なので、取ってよかったなっていうのは、これはもう、間違いない、こう、なんですかね、こう、まあ、嘘のない気持ちとして、まあ、確かに取ってよかったっていうふうには思います。というような、まあ、すごくこう魅力的な資格ですので、まあ、ぜひですね、挑戦したいなと思っている方は、ぜひ挑戦した方がいいと思いますので、迷ってなったら、もうとりあえずやってみた方がいいかなというところですね。まあ、これで、これを取ったから人生がおかしくなったなんていう人はもう全然聞いたことがないですんで、まあ、ぜひですね、まあ、検討の中に入ってるんだったら、ちょっとですね、しっかりやるというところですね、まあ、進めてみていただきたいなというふうに思います。で、ちょっと受かった、取得した時のですね、まあ、メリットっていうことで、まあ、独立できる、転職できるとか、で、活用、企業内ですね、で、就職に有利とかっていうふうにもありますと。で、まあ、独立できるで、まあ、大体25%ぐらいの構成比の人で独立する人がいるんですと。で、結構やっぱり、最近増えてきたなっていう印象があって、まあ、一時やっぱこう、かなりこう、リーマンショックとかもあってですね、すごくこう、落ち込んでた時期があったんですけど、で、そうなってくるとですね、まあ、企業全体が落ち込んでるんで、コンサルニーズもあるかと思いきや、結構、企業も投資を控えちゃうんで、なんですかね、こう、なかなかですね、やっぱりこう、コンサルとしても入り込めなくなっちゃうんですよね。なので、結構やっぱ開業もかなり落ちてたかなっていうところなんですけど、中小企業診断士の開業も、まあ、景気の、こう、緩やかな回復とともに、まあ、伸びてきてるなっていう印象はあります。なので、もう本当に受かりたての人がですね、まあ、いきなりもう独立しましたとかっていう声も聞きますし、で、まあ、それでもですね、やっぱりこうやっていける、で、食っていける、で、サラリーマンの時よりも年収がいいっていうふうに、まあ、なってくるという方が、まあ、圧倒的多いですね。で、独立して続けている方はですね、もうほとんどやっぱり年収ベースで言うと、もうサラリーマンの年収はもうすぐ超えるという感じですね。まあ、それぐらい、まあ、ニーズというか仕事はありますんで、まあ、独占業務がない資格なんですけども、これもよく一般的にはよく言われますけど、その中小企業診断士って国家資格って、まあ、大体独占業務があるんですね。公認会計士であれば監査業務とか、税理士であれば税務の、まあ、代行業とか、で、社会保険の、労務ですね、社会保険関連の代行とか、そういうのって、その資格を持ってないとできない仕事なんですけども、中小企業診断士は、この中小企業診断士の資格を持ってないとできない仕事ってないんですよ。独占業務がないっていうふうに言われますと。で、ただそれと仕事があるないっていうのは別に関係ないんですよね。関係なくて、中小企業診断士を求めてる人たちを求めてる組織っていうのは結構あってですね、それは民間とかも公的機関も含めですね、両方あるんですよ。で、特に独立してすぐにっていうのは、やっぱ公的業務に就かれる方が多くて、そっちは結構窓口が広いです。で、いろんなこう仕事があります。なので、仕事いきなりゼロだったっていうのはあんまりないですね。一応ちょっと安いんですけど、まあ、公共の仕事っていうのも、まあ、あったりもしますんで、まあ、食うのに困って、もうやっぱりサラリーマンに戻りますっていう人は、まあ、少ないですね。まあ、いるんですけどね、いるんですけど少ないですっていう感じ。ほとんどの人が、まあ、やっぱり独立してちゃんと仕事がある状態にはなります。で、そこからずっと続けていけるっていうところで、やっぱり一つの目安が、やっぱりそこのさっきの、そのサラリーマン時代の年収との比較なんですよね。で、それをまあ大体1年から2年ぐらいで、まあ、上回ってくることができれば、まあいいペースですね。なって、で、そこから3倍、4倍、5倍という感じでですね、どん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 こう、できる。で、稼いでる人は1人でやって、大体2000万から3000万ぐらいですね、は稼げるかなっていうところです。で、それ以上行くためには、今度組織ですね。ちゃんと、まあ、一人で、回るのはもうほぼ無理ですので、まあ、そこからどん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 こう組織化していって、どんどんこう、まあ、そうなってくると、どんどん億単位ですね、のビジネスモデルになっていくと。で、そうなってくると、まあ、一般事業みたいなもんですね。コンサルティング事業を展開しているような形で、まあ、自分自身が事業経営者っていう形での、その事業展開するためのノウハウを自分自身で実践しているという状態になるんで、もうよりこう相乗効果というか、
そこでのこうノウハウがさらにコンサルに来てくるという形でですね、もうどん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 こう拡大していくんですね。なのですごくあのプラスがプラスを呼んでくるような感じでですね、診断士のビジネスってこう回りやすいんですよ。なんですごくですね、あの楽しいと思います。独立するっていう楽しさはあのきっとあると思いますんで、まあそういうことがチャンスがあるよという資格であることは間違いないです。で、あとは資格そのものの知名度とかっていうのもかなり上がってきてますんで、で一昔前、ちょっと数年前の日経のあのアンケートでもビジネスマンのあの取りたい資格ランキングナンバーワンに輝いたんですね。で、中小企業支援ナンバーワンになりましたんで、やっぱこうビジネスマンとして取りたいなっていうふうに思う憧れる資格ですね。としてやっぱこうそういうナンバーワンになるっていうような位置づけなんで、かなりやっぱ知名度も高いですし、ですごくやっぱ評価も高いっていうことですねになります。で、そうなってきたときにそれを持ってるんだっていうのはやっぱりこう転職にもその企業内でのこうまあこういうポジションになりたいよとかっていうような声にもまあ。必ずしもやっぱりこうなんかこうなんですかね、反応があると思います。なのでそういったいろんな人たちに響きやすい資格であるというところなんで、資格そのものを武器にあの活動ができるなっていうところはあると思います。でかつ中身ですね、中身の知識もちゃんと活用しながらあのまあ部署をちょっとまとめなきゃいけないというマネージャー的な立場になりましたというふうな時にでも、人事組織をどうすればいいか、どうあるべきかっていうところも知識として知ってますし、どうやったら人のモチベーションが上がるのかとか、どうやったら売上が上がっていくのかとか、どうやってこう効率的に回せればいいのかとかっていう部分ですね。その辺がやっぱりこう資格の勉強の中でもやりますし、それをこうまあ実践と紐付けて、じゃあ、実際はこうだったのでこういうふうにしていこうかなとかっていうふうな、まあ、そういうね、考えるこう土台に なるんですよね。なので、まあ、活用できるっていうのは間違いなくあると思います。で、あとはもう就職活動、まあ、学生さんですよね。まあ、わずかに少ないんですけど、学生さんでも受かる人いますんで、まあ、まさにそれが一つ私なんですけどね。で、私自身も、その実際、中小企業診断士を勉強したのは学生の時だったのね。学生の、大学2年生で勉強を始めて大学4年生で受かったって形になります。でそれがまあ平成17年だったんですよね。でそこからですね、まあ、就職活動して、で実際就職活動している最中は、まあ、一次試験合格っていう段階で大学3年生で、まあ、当時ちょっと就職活動を始めるのが早かったんですよね。なんで今だと結構規制があって4年生になってからとかなるべくこう遅くなってると思うんですけど、当時とかもっとその前ももっとそうだったかもしれないですけど、まあ、大学3年生ぐらいから活動するんですよね。でその時に、まあ、私一次試験合格の状態だったんですけど、資格の欄に中小企業診断士一次試験合格っていうふうに書いてて、やっぱそれすごい響くんですよね。まず書類選考で一回も落ちたことないんですよ。ないですし、なんかこうスムーズにポンポンポンっていくんですね。であとはまあ面接ってことで、まあ、面接だとやっぱりさすがに人が見られますんで、まあ、相性が悪いとかっていう、なんかこのなんかどうなのかなとかっていうので、まあ、落とされることはありましたけど、まあ、割と行きたいところには行けたかなって感じですね。っていう感じはしますと。まあ、そんなところで、まあ、資格の持つ力っていうのがすごくやっぱりあったなっていうのはもう間違いなくあると思います。で、じゃあそのやってみようかなって形でその診断士の資格勉強ですねを始めた時に、まあ人脈が広がるっていうのは先ほどもあった通り、まあ、学習段階からやっぱりこう受験仲間とかっていう形でやっぱりこう増えてくるっていうのが結構ありますんで、人脈が広がりますし、でこの必要な知識ですね、やっぱりこうビジネスマンとしてのやっぱり経営学とか簿記会計とか数字回りとか組織とか人回りとかっていう部分とかマーケティング知識とか、まあ、そういうのをこう体系的に学べるっていうチャンスってなかなかないんですよ。でそれを結構やっぱり自分でやろうとすると結構分断されるというか、結構追求するの大変なんですよね。で専門書買ってくるともうマニアックすぎちゃったりとか、もう尖りすぎちゃって何言ってるか分かんないとかっていうこともあるでしょうし、それをまあ薄く広くですよね、薄く広くちゃんと体系的に学べるってなかなか他の資格試験でもないですし、他の学問でもないです。なんでこの知識と知識、全然違う分野同士の知識をこう組み合わせたミックスしたものを身につけられる、体系的に身につけられるってこの資格しかないと思います。なので法律もやるし、経済学もやるし、財務会計もやるし、もう戦略もやるし、マーケティングもやると。
で、IT 系もやると。まあ、そんな資格はなかなかないですんで、まあ、そういったところでですね、必要な知識、土台がですね、もう効率よく体系的に学べる。で、さらにそこから、ま、その知見っていうところで、そこから見出せる、こう、まあ、知見がですね、もういろんな、こう、日々の生活の中でも発見力が上がりますし、あ、この店はこうなってんだとか、で、新聞見てるだけでも、この情報、ただ単に今まで情報として捉えてた、その新聞の、見出しエッセンストピックスが、あ、自分なりの解釈分析力を持って、あ、世の中がこう動いてんだっていう風に変換されたりだとか、まあ、そういう風なこうなんか考える力も上がりますし、でそこから生み出されるこう文章力って書いてますけど、まあ、資料の作成能力とかもやっぱり格段に上がりますね。で結構やっぱロジカルにもなりますし、で知識も含まれるし、要は深みが出るんですよね。なのでビジネス文章の深みもメールちょっとしたメールでもそうです。もう深みのあるメールでちゃんと解釈する能力があって、相手の言ってることをこう組み入れた形で自分の発信で、そこに確固たるなんていうんですかね、こう専門家が発信した文章のような感じにやっぱこうちょっと見るだけやっぱ全然こう違うんですよね。っていうのがもう本当に見る見るうちにですね、やっぱ学習とともに単にこう資格試験に受かるという要素だけじゃなくて、こうなんか人としてみたいなところがやっぱりこう成長できるという形になってくる。まあこれはでかいですよね。なのでまあビジネスマンとしてのなんか模範に近い形でですね、こう能力が上がってくるっていうのはもう実感できると思います。まあ、やればやるほどですね、もう実感できて、でそこが面白いですよね。面白くなっちゃって、でまあ私もそうだったんですけど、やっぱり勉強そのものが楽しくなっちゃうんですよね。なんで受験勉強期間って結構苦しい場合が多いんですけど、この資格だけはですね結構もう楽しいんですよね。楽しく勉強できてね、世の中の見え方もすごい変わりますし、あ、こうやって町づくりはこうやってやってんだとか、まあ店に入ったらこの店はこういう戦略で動いてんだなとか、なんか全然見方が違うんですよね。なんでまあそういった形でですね、すごくこうまあ学習によるメリットっていうのはまあかなりでかいなっていうふうには思います。でまあさらにその学習した後受かりましたっていう後のこの可能性っていう意味でも、もう本当にですね、中小企業診断士の分野がもう幅広いので、でそこからの可能性ってもう本当にもうそこも多岐にわたるんですよね。なのでまあ独立するとか、まあその企業内でとかっていうお話は先ほどさせていただきましたけども、独立するにしても、まあ、専門分野っていろいろあるんですよね。で私だったら結構 IT 系が専門なんで IT コンサルタントとして やってるんですけど、もっとこう税務会計税理士とのダブル資格でやってますよっていう方もいらっしゃいますし、まあ、法律行政書士と診断士のミックスした資格でやってますとか、まあまたは何でも、もうコンサル全般をまあやるんですっていう、まあ特にこう専門分野をこう区切らずやられる方もいますし、で営業活動に結構特化してやってると。で営業の中でもやっぱりこう喋るトークがやっぱり専門知識を持って喋るんで売れるんですよね。売れる営業マンになるというような形で、まあ、営業特化してやっていくっていう方もいらっしゃいますし、本当にいろいろなんですよ。で本当にまあじゃあこれやりましょうねってなった時に、じゃあその法律面だったらこの方に依頼するとか、別に全部自分でこなす必要はないんですよ。で元請けになって、あとはもうコーディネートしていくと。でまあここはじゃあホームページ作りましょうと。でホームページの戦略は私が考えますけども、で具体的にホームページ作るのはじゃあここの 業者さん紹介しますねと。でその時にデザイナーとしてこの人すごくセンスあるんでこの人紹介しますねとかっていう感じで橋渡しをしていくような役割も結構期待されててですね、なんでまあ各種専門家へのコーディネートですねをしていくような形ですね、コーディネートっていうような、そういう役割もあると思います。なので診断士がまず最初のこうまあいろんな企業の相談ごとを、まあ、一手にこう聞いて、でそっからですね、その診断士がいろんな人を紹介していくと、または全部元請けになっちゃって、であとはもう全部仕上げていくと、まあ代理店業みたいなもんですよね。まあ、そんな風にもできますと。まあ、なんでまあいろんなこうやり方はあるにしてもですね、まあ可能性はとにかくもう人それぞれって感じですね。ということで、まあ、すごく可能性はあるなと。でそれまあ具体的にはっていうところで、じゃあ企業内での可能性っていうので、もう本当にもう何ですかね、もう100人の診断士がいて、100人のまあ企業内診断士の方がいたら、もう100通りです。部署も100通り、役割も100通り、
役職も100通りっていう形でもういろんなパターンがあるんですけど、まあ一例として、だ経営企画、経営企画室とか経営企画部とか、まあそういったところにいて、で元々いる方もいるし、で後からそこにもう抜擢されるって方もいらっしゃいますし、で会社の中でその経営企画っていう部署がなかったのをその人が新出し取ったがために、まあ、新しく作ってくれたとか、そういうような場合もあります。なんですごくですね、やっぱりこの経営企画として活躍されている方はまあ多い印象ありますよね。だとまあ新規事業ですね、新規事業をやりたいんだと、会社の中で新規事業を起こすとっていう、まあその会社で初めて新規事業をやりますみたいなケースもあったりして、でそもそも会社全体としてどういうふうに新規事業を展開していけば分かんないと、でそこのマネージャーもマネジメントやってくれという感じでですね、まあ企業内で依頼されてでやっていくって感じでですね、やられる方もいらっしゃいますね。なのでそこの責任者と、新規事業の責任者としてですね抜擢されてでやっていくと、でそこのまあ業界だとかその新規でやる分野のあのターゲットとかターゲット層の測定とか競合他社の分析だとか、まあそういうのからですね戦略立案してですね、で財務の予算を組んでとか、でそういうのもやっていくような感じですね。ね、役割が期待されたりとか、まあ営業ですね、営業活動としてもまあかなりこの喋りのトークの全然こう印象が変わるというかになっていきますので、まあ、今まで単にこうルート営業してただけだったと、で御用聞きだけをしてですね持ち帰りでやってたところが、まあ、その人のもう提案力がもうどんどん上がっていってとか、ヒアリング力も上がったりとか分析力も上がったりとか、まあ、それ能力そのものが向上しますので、なんですかね、こう、まあ、買ってくださいみたいな、まさにこれですね、買ってくださいみたいな感じでこうプッシュ していたものが、まあ、ここが問題点なんでしょうと、もうじゃあその問題解決するためにこういうのがいいんですよみたいな、そういうソリューションですよね。なんかそういうのがもう響くようなものをバーンと投げられるっていうところはあると思いますね。でそういうようなスタイルでできるようになってくると、これも中小企業診断士を勉強した結果生まれてくるものかなっていうところです。でさらにはで独立した場合ですね、独立した場合は顧問契約コンサル業って形 で経営顧問として、でその、まあ、特定の企業に入り込む、で月にまあ1回訪問するとか週に1回訪問するという感じ で、まあ、いろんなこう、まあ、なんですかね、もう社長の、まあ、側近ですよね、右肩みたいなイメージ でその一緒に経営戦略を考えたりだとかっていうのをしていくと、で財務のこうシミュレーションだとか、やっぱり経営者はもう経営のプロ、まあ、プロといえばプロなんですけど、なんですよね、細かいこう数字計算とかちょっとそれやっといてよとか任せたいと、専門家に任せたいとかっていう部分がやっぱ あるんで、まあ、そういうのをこう、まあ、引き受けてやると、で社長にアドバイス、まあ、この方がいいんじゃないですかとかっていうふうに言ってくる、まあ、そういうような、まあ、コンサル業ですね、コンサル業をやったりだとかで講師業ですね、まあ、こういう、まあ、予備校でもいいですし、まあ、レックでも、まあ、受かった後はレックもあの全然募集しますんでやっていただいてと。で、まあ、またはそのセミナーですね。で、まあ、いろんなこう民間のセミナー企業もありますし、商工会議所とかのセミナーできますし、自主開催っていう手段もありますし、まあ、いろいろですよね。で、セミナー業とか、まあ、その喋るっていう業種。で、あとは執筆活動ってことで、まあ、雑誌とか、あとは最近ウェブのライターが多いですよね。ウェブライターということで、その経営面とか、経済記事とかっていうところにこう投稿してくださいというような感じですね。で、まあ、依頼を受けるような形ですね。まあ、こういう、まあ、いろんな仕事のスタイルはあります。まあ、これはまあざっくりとした分け方なんで、まあ、これ以外にもいっぱいあるんですけど、まあ、こんなような形で、まあ、いろんな、こう、もう本当に幅広い可能性が潜んでるというような感じですね。で、まあ、またはですね、もうちょっとこう細かく、例えば言うと、まあ、例えば専門業に特化するって、まあ、先ほどちょっと軽く説明した内容ですけど、まあ、例えば私だったら IT 業なんですよね。IT コンサルって形でこうやってるような感じなんですけども、で、まあ、自分でできる IT ってまあ幅広いですね。で、幅広いんで、で、まあ、私、クラウドシステムとか、まあ、そういう業務管理システムとか、まあ、そういうのが結構得意なんですけど、そういう分野であれば、まあ、私が自分自身でこうやっていくと。で、例えばもっとマーケティングに近い IT とか、その最近話題のビッグデータとか、やっぱそういうのでやっていきたいよとか、でそういうのをやってる方もいらっしゃるんですね。で、そうするとそういうタッグを組んで、それぞれ
なんかこう顧客のところに行くとか、まあ、そういう、まあ、いろんなやり方があるんですよね。なんで専門業にこう専門分野に特化してやっていくというスタイルも、まあ、もちろんありますし、でもろもろですね、コーディネート、特に専門分野を持たずにっていうような方もいらっしゃいますと。ということで、まあ、いろんなスタイルはありますので、ね、なので、まあ、コーディネート事業とかっていうふうにもやってる方も多いと。で、なんで、とにかくこう、最初に相談するのが中小企業診断士っていうような窓口業務ですよね。になれるのが、やっぱり一つの役割なんじゃないかなっていうところはあります。まあ、こんな感じですね。まあ、もっともっとですね、本当に、100人の診断士がいれば、もっと細かく100通りの回答が出てくると思うんですけど、まあ、とにかく一人一人が違うんですよ。分野も違えば仕事のやり方も違えばもう一人一人違うと。っていうことで、まあ、どういう診断士がいるのかとかっていうのはもういろいろ、まあいろんな診断士に会ってみてほしいなっていうのは一つあります。で、まあ例えば、まあ、宣伝ではないんですけど、レックの、講座申し込んでいただければ、で、レックの講師ですね、科目ごとに講師がこう変わっていったりもしますので、まあ、その中で、ね、いろんな講師が出てきます。で、サラリーマンやりながら講師やってる人もいますし、まあ、私みたいに独立して、で、講師業としても、やってる方もいらっしゃいますし、もう講師専門というか、講師業、研修講師、企業研修とか、まあ、講師業とか、それ喋りだけで、食ってるような方も、もう本当にまさにプロですよね。喋りのプロみたいな方もいらっしゃいますし、まあいろいろです。なので、まあいろんな、こう、診断士の人に会ってみていただいてですね、ああ、こういうような、スタイルもありなのかとか、ちょっとその可能性にですね、ぜひちょっと触れてみていただきたいなと思いますので、本当に面白いと思います。という感じです。まあこれがまあ、診断士としての可能性ですね。なので、まあ皆さんのですね、キャリアに当てはめていただいて、まあ何でもありなんだなと。まあ、とにかくこう未来が切り開かれるんだろうなというふうに考えていただければいいかなというふうに思いますので、まあ、ぜひ前向きにですね、見ていただければなというところです。まあ、可能性という意味では以上ですね、になります。で、ここから先がですね、まあ、新試験ですよね。試験についてということで、じゃあその、まあ、可能性がいっぱいあるんですけども、その可能性のある資格試験であることは分かったと。でも受かんなければその可能性にたどり着けないですんで、もうこの、まず目の前に控えてこの試験をなんとかしなきゃいけないと。で、試験は、まあ、正直ちょっとそれなりに難しいです。難しくて、で、1次試験、2次試験があるんですね。1次と2次があって、1次に受かんないと2次に進めないという形で、で、2次に受かれば、まあ合格、最終合格というふうになるんですけども、まあ、実績で言うと平成29年ですね。1次 21.7%。で、大体毎年これぐらいです。で、2次、平成28年 19.2% ですね。で、これが、まあ、今、平成29年度の、まだ、正式な数字が出てないんですよ。出てないんですけど、大体平成29年も同じぐらいになります。19点いくつとか、19% ぐらいですね。になるはずですんで、まあ、同じような数字です。なんで、大体これぐらいになって、まあ、6% とか書いてあるんですけど、まあ、大体 4% ぐらいですかね。ストレートで受かろうとすると 4% ぐらいっていう形ですごくやっぱ難しい。ただし、いろんな試験制度があるんで、1次試験に1回受かれば、まあ2次は2回受けれるとか、必ずしもストレートで受かる必要はないですんで、ちょっとそんな試験制度ですね、仕組みについてちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。で、まずちょっとその前に、科目ですかね。科目をちょっとお話しすると、で、1次試験は8科目。あ、ごめんなさい、7科目ありますと。7科目あって、で、特に上3つですね。上3つが、まあ、特にこう、コア科目ですね。主要3科目というふうな位置づけで言われるところで、知識的にもまあ、コアな要素ですし、中心的な知識の部分、戦略、人事、マーケティングですね。企業経理と、この、まあ、会社全体の、まあ、まさに社長が考えるような、目線なのが企業経理。で、それの、ちょっと落とし込んだ店舗、オペレーション、生産オペレーション、まあ、小売業と製造業ですね。の、こう、現場レベルでのオペレーションマネジメントというのは運営管理ですね。になります。だから経営レベル、オペレーションレベル、そして財務会計と、数字回りと。という感じ。で、財務会計はそれなりに結構、まあ、難しいよ、難しいです。結構幅広いですね。狭く、まあ、浅く広くですかね。浅く広くって感じですね。で、財務会計に関しては、一次試験は電卓使用不可。
負荷になりますので、まあ、手計算できるレベルですので、数字自体はそんなに難しい計算式は出ないです。で、経済、情報、法務、中小。で、この4つが周辺4科目というふうに言われていて、まあ、あの専門知識ですよね。IT 知識とか経済知識、でまあ、法律知識。各専門分野の知識をやっていくという感じになります。で、最後の中小企業経営政策だけが、まあ、特徴的で、まあ、中小企業の現状、中小企業白書とかの中からですね、あの白書というのが毎年発行されますんで、あの統計資料ですね、中小企業の統計資料をもとに、まあ、それをやる、現状を問題に出す。で、それと政策ですね。で、国がそれを受けて、で補助金制度とか、まあ、いろんな融資制度とかですね、税制とか、いろんなのをですね、あの政策を組んでくるんで、それがどういう状態になってるのかっていうのをやる。これ政策部分ですね。で、この国の部分、やっぱ国家資格っていうのがあるんで、まあ、こういう科目があの組み込まれているという感じです。まあ、この、まあ、7科目という感じになりますんで、結構まあ幅広いんですよね。科目だけで見ても結構幅広くやっていくので、まあ、逆に言うとそれが土台となる知識になっていくんで、すごく、まあ、受かるだけの知識を身につけるとすごく使える内容になってくるという感じです。で、それが今度二次試験になると論述試験なんですね。一次試験がマークシート、選択式です。で、知識問題中心なんですけど、二次試験に関しては今度論述です。で、論述試験が中心になりますけども、で事例1、2、3、4、まあ4科目あるイメージ で、それぞれがテーマが決まっていて、組織順次中心問われる。で、マーケティング中心に問われる。生産中心に問われる。財務会計中心に問われる。という感じで、まあ4科目あるイメージです。で、これは実際の、まあ、企業事例が出されて、で、A 社は資本金いくらの なんたらながらみたいな感じで出てきて、で、社長の長男、まあ、あの先代社長がとかっていう、で、その長男が経営を引き継いでとかっていう話が載ってきて、で、従業員がそれに、まあ、まだこうな馴染んでないとかっていう、なんか、そんなストーリーが書かれるんですね。で、その中で、じゃあその問題って何ですかとか、解決策何ですかとかっていうのを、まあ、100字でとか、100字ぐらいが多いですね。実数100字ぐらい。なんで、他の国家資格の論述試験と比較すると、まあ短いです。正直かなり実務的なんで、結構コンパクトにまとめなきゃいけないっていうのがありますんで、それなりにこう、あの、編集力とか、こう、バシッと結論をバーンと伝える力とか、まあ、ロジカルでね、で、結論はこれである。で、丸1何々、丸2何々とかっていうふうに、綺麗にですね、やっぱまとめていく力が必要になってきたりもするんで、まあ、ここはかなり、あの二次試験対策は企業研修に近いですね。問題発見力とかまとめ方、提案力とかロジカルシンキングだとか、まあ、そういう能力が鍛えられますんで、あの企業研修のイメージで見ていただくといいのかなと。で、その中でこの、まあ、この問題解決力とかっていうのがもう本当に実務に直結していきますんで、まあ、この考え方だとかっていうのが、まあ、すぐにこう活かせるって感じですね。学んだらすぐ使いたくなるみたいな、まあ、そんなところがありますので、まあ、すごくこの辺も やってて楽しいっていうところですね、になるかなっていうところです。で、あとはまあ試験制度ということで、まあ、一次試験、二次試験があってということで、一次試験に受かると二次試験は2回受けるんですね。2回受けれるんですけども、二次試験2回落ちちゃうとバツバツになっちゃうと、今度また一次からやり直しです。で、チャンスは2回しかないです。2回の中の どっちかで受からなければいけないと。で、私の場合、ちなみに1回落ちて2回目の二次試験で受かったって感じですね。なので、平成16年の一次試験に合格して、その年の平成16年、二次試験で落ちて、で、次の年、二次試験だけの勉強して、平成17年の二次試験に受かったという、まあ、そんなイメージです。になります。で、あと、一次試験に関しては、科目合格制というのがありますんで、まあ、ここもポイントになるんですよね。なので、あの科目合格制はですね、ぜひ活用していただいて、で一次試験全体がダメだったとしても、科目別に見た時に、まあ、6割超えてる科目に関してはですね、免除にすることができるんですよ。で、免除にすると、今度その免除にした科目は受けなくていいですんで、でそのそれ以外のまだ科目合格してない科目だけで受かっていけばいいと。で、どんどんこう負荷が減ってくるんで、その勉強の負荷が減るんですよね。なので、受かってない科目に特化して勉強していって、なるべく受かっていくと。ただし、免除期間にもその制約がありますので、2回分しか免除できないですというところがあるので、いずれにしても、まあ、短期合格ですね。とにかく短期合格を目指すのは必須です。で、あと、免除にするしないは選べますので、
得意な科目、例えば財務会計めちゃくちゃ得意ですという方 で免除にしちゃうとですね、もうその科目受けれないですね。で基本的に平均6割が合格になるんで、科目の受けた科目の平均6割を突破すれば合格なんですね。なので得意科目で点数釣り上げることができれば平均点上がるんで合格する可能性も上がるんですよ。なので絶対に6割以上取れるなっていうふうに、まあ、明らかな得意科目があったら免除にせずにですね受けた方がいいっていう場合もあります。なのでその時のこう状況次第なんで、そのまあ受ける時になったらぜひご相談していただいてですね、まあ一緒に戦略を立てていきたいなと。まあなので、まあそんな形でですね、いろいろ試験制度をですね駆使しながら、熟知しながら、まあ攻めていくっていうような、まあそんなイメージになっていきますと。で、まあ合格に、まあ必要な力っていうところで、であればその、なんですかね、こう、たくさんある一次試験の科目と、あと二次試験、どうやって突破していけばいいのかというところで、まあ一次試験、その、まあ、定着した知識と少しの応用力っていうふうに書いてますというところですけども、まあちょっとここからですね、ちょっと細かく見ると、で一次試験は基本、まあ、平均60点ですね。6割でいいんですよ。で、100点目指す必要は全くないですと。なので、そのマニアックなところは一切不要ですと。で、よく出る部分、重要論点、毎年の試験傾向上、やっぱり明らかにですね、やっぱり限られるんですね。出るところ。よく出るところが。で、大体この分野がよく出るますよっていうところで、そこにかなり特化して絞り込んでですね。で、そこを重点的にやると。という感じ。で、それ以外の部分に関して難問っていう形でですね、すごくこうマニアックな問題があるんですね。で、そこをもう一切もう気にしなくていいと。もう難問はもう手を出しすぎないって書いて、まあ、手を出さなくていいぐらいの勢いです。もう無視です。難問は無視して、で、過去問とか見たりすると思うんですけど、過去問見ても、なんか妙に難しいのあんなとか、そういうの無視です。で、それを対策したとしても、次の年出る可能性もものすごい低いですんで、毎年よく出るやつをしっかりやり込んでおけばいいんですよ。なんで、100点取らせないために作文者が用意したトラップですので、そこにはまんないでくださいと。で、やるべきはよく出るやつを絞り込んでやればいいと。で、そこはほとんど毎年変わりませんので、そこをコンスタントにやっていけばいいと。で、そういう感じですね、ベーシックレベルっていうところで、まあ、ここを徹底的にやっていくっていうのが、とにかく大事と。で、そこがベーシック、まあ、レックで言うとベーシック講座っていうところにもうガチッともうはめ込んでありますんで、もう重要な論点だけにこう絞り込んでバスッとそれをまずやると。で、そこをもうとにかく一番重要視してやっていただければ、まずは合格ラインに近づく可能性がすごく高いですね。っていう感じ。で、2次の方はもっと見えないんですよ。論述試験なんで機械で採点するわけじゃないと。なんで明確な回答ってないんですね。なので、まあ、ここはですね、もうそのどういう回答がいいのかっていうのを自分の中で作っていくしかないんですよ。作っていくしかないので、まあ、こういうふうに最初は分かんないですと。まあいろいろ講師としても教えますし、でそれに対してもじゃあ実際回答作ってみて、でどういう評価が来るのかとかっていうと、あ、これ書いたらダメなんだなと、あ、こういうのがいいんだなとか、そういうのをですね、まあ、フィードバックを受けながらどんどん磨いていくしかないですよね。なので、そういったところですね、こう常にこう磨き上げながらやっていくっていうところですね。で、その時に、こうもうとにかくもう狭くなりすぎないと。こう、多面的にですね、もう落ち着いて広く、多面的に物事を見てほしいと。なので、いろんな人の意見をとにかく聞き入れてほしいんですよね。聞き入れていただいて、ああ、こういう考え方もあるのか、こういう回答もあり得るのかと。あ、自分が考えてたのは業界に絞られた狭い知識だったのかもしれないと。違う業界の人からすると、違うんだと。で、受験仲間、特にこうレックとかだと結構少人数なんで、大体1教室20人とかなんですね。で、20人いるとですね、20人が全員違う業界だったりするんですよ。それすごい面白いですね。全然考え方も違いますし、で、今までのこう、まあ、長年仕事で勤め上げたっていうところの常識が、通用しないこともあるんだ。で、それが試験ですからね。本試験は、その業界に特化した試験ではなくて、もっと、こう、業界にとらわれない知識で出してきますんで、その、まあ、変にですね、こう、尖ってるところを、もう、今までは尖らしてきたと思うんですよね。仕事の中で。仕事の中で尖らしてきたところを、もう一回、こう、パッと、一回もう、白紙に戻して、
開けさせるというようなことがすごく大事です。多面的ですね。多面的っていうのが一つキーワードになると思います。なのでなるべくこう広く受け入れる気持ちでですね、どの業界にもちゃんと通用する知識を持って、でその回答アドバイス提案内容を持って論述していくというのが大事です。まあ、その観点でですね、まあ細かいところはまた勉強を始めた時に言いますんで、まあ、そんなような感じですね。で進めていくんだなというイメージを持っていただければと思いますと。であとはもうとにかく気持ちですよね。気持ちの問題ということで、モチベーションをもとにかく高く保ち続けるっていうのもとにかく大事です。で進路試験勉強はですね、まあこうまあ、1年で受かる人真似なんで、まあ、2年とか3年4年をやっぱかかります。で、まあ、長期戦になってくるんで、その長期間モチベーションを保ち続けるっていうのはもうとにかくすごい難しいんですよね。なのでやっぱり常にですね、診断士を取ると決めたその時に描いた将来のこう夢だとか希望だとかなりたい姿だとかっていうのを常にやっぱり持ちながらですね、そこに目指していくんだという気持ち、高い意識でですね、やっぱり望んでほしいなというところです。で、あとは何ですかね、こうまあいろんなですね、実際の診断士の人ですね、やっぱり話を聞いていただいてっていうのがまあ一つあるかなと思いますので、でまあ聞いていただくのもそうですし、あとはまあ受験仲間ですよね。仲間をぜひ作っていただいて、で常にこう励まし合う、で情報交換し合う、まあそんなようなことで一緒に頑張ろうぜっていう、まああいつがやってながらまあ俺もやるかみたいな、まあそういうような感じでですね、ぜひですね、高いモチベーションで居続けられる環境を作っていただきながらですね、ぜひ頑張っていってほしいなというふうに思っております。あとはまあそれに対してですね、レックとしての体制ってことで、もう本当にまあ徹底的に受験校として、まあ、そこはしっかり支援したいですんで、まあ、一次試験学習もまあほとんどの方が仕事しながら勉強されますんで、とにかくもう最小労力で一番もうかけずに、時間をかけずに受かる、まあ、そこが大事なんですね。なんでそれを徹底効率を目指しますんで、覚えるべきポイントはここで、覚えなくていいときはここはもうやらなくていいとか、まあ、そういうような感じでですね、まあ、試験傾向を駆使してでお伝えしていきますと。なんでそこは徹底的にやりますと。あと2時でもフォローですね。ここも特に通学だとまあかまあ、そんなにですね、人数も多くないですんで、まあ、その中で顔を向き合わせながらですね、もう名前も覚えちゃいますんで、こう、何々さんどうだったとか、まあ、そういうコミュニケーションをやっぱり重視してやりますし、で、何よりも、なんていうのね、この受講生さん同士の交流、そういうのもなるべく活性化させていきたいですんで、まあ、そういうのも全然支援していきますし、あとは通信の方ですね。で、通信の方も、ね、いろんなフォロー体制作ります。で、気軽にメールかなんかで、こう、教えてチューターとかっていう、まあ、いろんな仕組みでですね、まあ、メールベースで、こう、質問が気軽にできたりとか、まあ、そういうので、まあ、レックの講師と、コミュニケーション取れるような体制は作っていきますんで、まあ、それで、やっていただいたりだとか、まあ、もちろん、映像ベースの、まあ、学習中心にはなりますけども、まあ、その中なるべくもう高いモチベーションをですね、維持してもらうためのトークはしていきますんで、まあ、そういうのもやりますということで、まあそのご安心いただきながらですね、勉強できるかなというふうに思います。なのでまあ通信にしても、まあ、通学にしても生講義にしてもですね、まあ熱い講義っていうのはやっぱり常に心がけておりますんで、まあ講師みんなが実務家なんですよね。なので中小企業診断士の講座の場合はもうほぼ実務家が講師として登壇しますんで、それは楽しみにしていてほしいなというふうに思います。まあ時にはその実務診断士知識をこういうふうに活用しましたとか、実務でどう使ったのかとかっていう話もちょっとさせていただくかなというふうに思いますんで、まあそういったもうお話もちょっと楽しみにしていていただきたいなというふうに思います。まあ最後にってことで、まあこの資格ですね、すごくやっぱり本当にいい資格でありますんで、やっぱり悩んでるんだったらやった方がいいと。で、まあ、自己実現っていうのは まさにここにあるというふうに
まあ、書かさせていただきましたけども、中小企業診断士こそ本当に可能性のある資格ですので、まあ、自己実現の追求のためにですね、中小企業診断士っていう資格を1個使ってもらってですね、頑張っていってもらって、少しでもまあ皆さんのこう理想とする将来像ですね、まあ、そこに向かっていけるようにですね、まあ、我々もちょっとご支援はさせていただきますので、まあ、ぜひですね、まあ、診断士っていう資格をですね、皆さんの人生の、お供にというか、まあ、していただければなというふうに思います。まあ、こんな感じですね、中小企業診断士っていう資格が、まあ、こういうものだというところと、で、実際の試験制度とか、まあ、学習の仕方ですね、についての、本当に触りの部分になっちゃいますけど、ちょっとさせていただきましたと。で、まあ、個別のご相談とか、まあ、レックの、視点に来ていただいたりとか、まあ、いろいろ、まあ、お電話とかでもいいですし、いろいろ、個別のですね、何かありましたらですね、ぜひお問い合わせいただきたいなというふうに思いますので、まあ、動画としてはですね、お伝えできるところとしては以上というふうになります。まあ、ぜひですね、まあ、すごく魅力的な資格だなというふうに私自身も感じておりますので、まあ、前向きですね、ぜひ、もう、やるなら今ですね、まあ、早くやり始めていただいて、で、まあ、すぐになるべく早く受かっていただいてですね、中小企業診断士として、ぜひ将来活躍していただきたいなというふうに思います。では、以上です。ではどうもお疲れ様でした。